はい、ななちゃん、ななちゃん、ななちゃん、タッチ幅跳び、はい、心くん、心くん、心くん、はい、タッチ幅跳び、勝負です。さあ、兄弟マッチ、どっちが遠くに飛ぶことができるか、審判はこの私、リュウちゃんが引き受けます。じゃあまずは、心くんから飛んでもらいましょう。なんで俺かな。年上やから。はい、ななちゃん、あ、手がついた、手がついたとこである。手ついたらあかんの。一番後ろでついたとこやで。これは多分正式ルールやで。じゃもう一回やり直すなら、やり直すでもいいよ。やり直す。はい、じゃあななちゃん行っとこう。はっほっ、そう、うん、ここくんあれを超えれるか。今アウトやったやろ。心の方がちっちゃかったやんか。俺の方がでかかったわ。え？じゃあもう一回、もう一回、もう一回やってみ。な、あ、ななもう一回、ななもう一回、なな思いっきり飛んでみ、なな思いっきり。いくで。はっ。あ、もう一回、もう思いっきり飛ぶよ。ほっ。はい、あそこを越えれるか。あ、ちょっと前に。そこ、ななストップ。ほっ。おお、ちょっとだけ心くんの勝ち。いや、3年生、3年間の下が。次は広いといい。はい、どうぞ。広いって、広いってやって。じゃあ走り幅跳びよ。走ってきて、走ってきて、ジャンプ。飛んでないやん。アウトやな、アウトやな、アウトやな。飛んでないがな。軽やかなステップになってるから。はい、よっか。はい、もっと遊びましょう。